じゃなくて、やっぱり倒すか倒されるかの人ですね。そうですね。さあ、その2人が、やられてますからね、横浜で。おかしいっす。来ちゃって。ラリアット出して。ああ、これは。これはすごい。カウントにも返し。さあ、じゃあ。決めたまま今なんか回しましたね。ですよね。また先ほどのスリーパーで回すというのは簡単に技ですよね。はい、さあカンドルとアジャ。ラリアット。カニバサミ。おっと。アジャのキック。おっと顔面。逆に首が止めて返してロープ際イーグリーンタッチです。カンドリ選手って見える技は食らわないですね。そうですね、これも横綱対決というか重量感ありますね。ウエート的にはそうですね、あってますね。どうバックドロップ。おっと離しません。イーグル離さない。選手もなんかレスラーとしての毒を持ったですね。今度はアジアのドロップキック。ホクトまた血が出てますね。おーおーおーのファイルドライバー。おっとホクト選手の前回の怪我のところがまた開いてますね。そうですね、同じ傷が開いちゃったんでしょうね。弱ですからね。下がり切るまでかなりの深手でした。そしてまたカウンドリガス傷口を攻める。ヘッドバット頭突きは似合いますね。なんだかですね。そういうものは似合いますね。本当に女子レスラーで頭突きの似合う人ってちょっと思いつきませんよね。やったぞ。傷口を蹴る。北斗が耐える。本当にキックという表現よりは蹴るという感じですね。そうですね。ラリアット横殴りのラリアットから抑え込んでカウント2。さあ、アジャの登場。大攻撃。おっと、組み固めに返した。カウントは2。おっと、アジャが飛んだ。すごい地響きしましたね。これはすごい。でも今日イーグルもなかなかやっぱり前回に引き続き引かないところがあるなと思うんですけど、これこらえきれると思うんですけどね。いずれイーグル選手とアジアのシングルなんて面白そうですよね。そうですよね。アジアも
自分と同じ体型の選手と戦ったことあんまりないんですよね。さあ、アジャがヘッドバット、なんかアジャも前回の4月2日の時となんかやっぱちょっと違いますね。そうですね、入ってますね。カンドリコのやつ、逆指固め、来てみろって挑発してますね。張りたい、蹴り蹴り、運動をつけての蹴り、選手本当プロレスラーって感じですね。突き並みですけど本当に、プロという言葉が本当に、本当にです、似合いますね。全然そんなに甘くないわ、全然は甘くない、叫びながらのヘッドバット、そしてタンドリガー、ミールキック綺麗に決まった、入りましたね今のは、カンドリを逃げる、顔面ですね、顔面ですね、それもカウント2、そしてジャーマン、カウント2で、シャチホコ、そしてアキレス腱固め、お願いします、アキレスから逆固め、どうかやすみません、あれやだ、そうですね、あるものをすぐそばにあるものを使いますね、やっぱりヒールホールド、とにかくこれの手数はさすがカンドリ選手、これもきつい、体を先生がちょっと、そうです、あっと入っちゃうかな、これは、体が横に反れてありますからね、そうですね、そしてウィル選手たち、まだ10分かなって感じです。みっしりしてますからね。濃縮されてますよね。もっと戦ってるみたいな感じがしますね。何かこれ、あっと、あれは肩ですね。そうですね。肩を言ってますね。痛めた肩を。ああいう締め方だと簡単に。